X アプリはソニーが開発した体験型アプリケーションシリーズ。X アプリシリーズを参照。1のシリーズアプリで Windows 用メディアプレイヤーソフト。本校で記述。2009年9月16日にソニーから発表され10月7日より提供が開始されたソニックスティッチに代わる新しいウォークマン用の転送ソフトである。 現在の X アプリは2008年10月にリリースされたソニックスティッチ V が原型となっており、ソニックスティッチ V のバージョンアップの際に動画、画像、ポッドキャストを扱えるようになったほか、12音、解析機能の追加、各種アプリケーションの追加などの大幅な機能向上をしたために新たなソフトウェアとしてリリースされたものである。 音楽転送機能や UI はベースとなったソニックスティッチ V とほぼ同等であるが従来は別のアプリケーションを利用していた動画、画像、ポッドキャストの転送機能も装備しているほか内蔵アプリケーションとの連携機能やおまかせチャンネルのプレイリスト作成機能を持つのが特徴。なおインストーラ内部で使用されているスクリプトファイルにソニックスティッチ V ランチャースクリプトと記載されているほか、Windows インストーラーファイル名がソニックスティッチ V マシーのままである。内部バージョンはソニックスティッチ時代から継続してナンバリングされているなど、ソニックスティッチ V の名残も見受けられる。すでにソニックスティッチ V がインストールされている場合、自動的にソニックスティッチ V はアイ,インストールされ X アプリに更新されるが、 ソニックスティッチ CP 以前のバージョンのソニックスティッチに対してはソニックスティッチ V と同じく別ソフトとしてインストールされソニックスティッチ CP との共存が可能となっている。転送できるのは前述のウォークマンの他 AU のリスもメモリースティック対応の携帯電話などがある。ソニックスティッチシリーズの最終バージョンであるソニックスティッチ V5.2 との違いは以下である。また以下の機能は ソニックスティッチ V のリリースの際に省かれたもので、ソニックスティッチ CP 以来の再搭載となる。音楽再生時ウォーク満点掃除最新版の X アプリは以下のフォーマットのオーディオファイルに対応している。太字のフォーマットおよびコーデックは CD からの取り込み時に X アプリでエンコード可能である。なお、対応する DRM 方式は、 ソニックスティッチと同様にオパンムグのみであるため、Windows m e d i a イ i マネ Manager や f a i r p l a などオパンムグ以外の方式によって暗号化がかけられたファイルは取り込みが不可能である。オパンムグ形式のファイルは取り込めないため、ソニックスティッチにて変換しておく必要がある。対応 OS は以下のバージョンの Windows となっている。なお、Windows 2000以前のバージョンでは未サポートであるほか、 ソニックスティッチ同様マイクロソフトウィンドウズ以外の OS で利用できるバージョンは用意されていないにも対応しているため他の OS でも利用可能。自作 PC プリインストール時の OS からアップグレードやマルチブートを構築した PC 仮想 OS 環境などはインストールは可能でも保証対象外となる。日本語版以外の Windows も保証対象外でありインストーラに OS の言語チェック機能があり、インストールを制限している。最新版が公式ウェブサイトで公開されているほか、出荷状態のウォークマンのフラッシュメモリ領域にインストーラが収録されており、インターネットに接続できない環境でもインストールが可能。ただしウォークマンを初期化したり、インストーラを手動で削除した場合は元に戻せないため、ダウンロードが必要になる。 先代にあたるソニックスティッチは当初インターネット上で無償公開されていなかったが、X アプリは当初より無償公開されており、対応機器ユーザー以外でもダウンロードできるようになっている。ただし、新しいバージョンが公開されると同時に、旧バージョンは削除されるため、インターネット経由で最新バージョン以外を入手することは不可能である。2013年秋。 冬に発売される、ウォークマンに添付される標準の転送ソフトウェアは、メディア号に一本化された。一部機種では、ハイレゾ音源、フラック、アップルロスレスに新たに対応するが、X アプリ5.1まではそれらに対応していなかったのが理由と考えられる。すでに X アプリをインストールした環境では2013年モデルに転送することも可能としている。 またモーラでも2013年10月よりフラッグ形式によるハイレゾ音源の配信が開始された。当初はメディア GO のみで扱っていたが、X アプリもバージョン6.0でハイレゾ音源に対応したどころか、さらに足をワサピによるビットパーフェクト再生にも対応した。X アプリとメディア GO が共にインストールされている場合は、X アプリからメディア GO に ライブラリーが移行できるようになっており、メディア号が X アプリを認識すると自動でライブラリーが取り込まれる。メディア号は PSP や x p e r i a といった幅広い機器に対応している。一方の X アプリはウォークマンに特化しており、音楽 CD の作成や前述の機能が利用できる。これらはお互いに住み分けを図っており、併用も可能だが注意点が存在する。 2016年には、X アプリ非対応のウォークマンが登場し、メディア号へ一本化された。2017年にメディア号の開発終了が発表され、それに合わせて、X アプリの配布終了も発表された。後継ソフトは、ミュージックセンター4 PC。配布終了は2017年末と発表されていたが、2018年初頭までダウンロード可能だった。 ベースとなったソニックスティッチ V 同様、ウォークマンについては2006年以降発売の機器のみが、転送に正式に対応しているため、2005年以前に発売された機器向けに2013年3月29日までは、ソニックスティッチ CP のダウンロードが継続して、提供された。また、以下の対応機器のうち、Windows 8に正式対応しているのは2009年10月以降、 発売のウォークマンのみとなっている。X、アプリ4リスモは日本の携帯電話キャリアである au とのコラボレーション au ソニーミュージックプロジェクトにより開発された特殊バージョン。KDDI のリスモサービス向けソフトウェア群リスモポートに含まれるコンポーネントとして無償提供されている。2013年5月24日スマートフォンの普及により 同サービスの利用者数が減少しているなどの理由により KDDI はリスモポートのダウンロード提供を同年11月29日をもって同サービスを終了すると発表。X、アプリ4リスモも開発終了となる。ただし、現在すでにリスモポートを Windows がインストールされたパソコンにインストールして利用しているユーザーは同サービスの終了後も音楽ファイル、 およびアドレス等の各種データバックアップ用の管理用ツールとして引き続き利用することができる。ドラッグドロップに対応したウォークマンの登場後、ドラッグドロップ管理支援ソフトが開発された。また、2012年頃からメディア号への対応も行われるようになった。主に取り込んだコンテンツの加工や演出が行えるユーザー体験型アプリケーション群の総称である。 特定のプラットフォームやハードウェアに限定したものではなく、Windows 用アプリケーションからレコーダーの内蔵ソフトまで多岐にわたる。ウォークマン転送用ソフトとしての X アプリもこの X アプリシリーズの一つとされている。ありがとうございます。